あ、これさっきのフェリーが見えますね。港ね。4隻でかいの止まってますね。船も揺れなかったらね、クルーズ、まあクルーズと言わなくても、まあ6時間ぐらいだったら乗ってもいいと思うんですね。揺れなかったら、でかい船だったらね。まず次ね、ハードに釣ってます。今こっちから出てきましたね。こう海沿いの、これ港の防波堤でしょうね。ずっとまっすぐね、ちょっと行ってみましょうか。どうせ暇ですからね、今日はね、一日中。明日は移動しようと思いますけども、今日はね、旅の疲れを取るということで、一日休みですね。もうボケーっとして何にもしない。来ましたね、ガイドさん。ガイドさん知ってます。目が飛んでいるですか。カモメが飛んでいるってか。こっちかな。お船がね、一隻沈んでおりますね。どうしちゃったんですね。イラクリオンのね、町はね、ちょっとじっくりね、こういう感じの町ですね。こんな感じの町ですね。こんな感じ。お金がね、もっとあったらね、まあギリシャを見てね、それからトルコを抜けて、イラクですか？イラクを抜けて、パキスタンを抜けてですね、インドを抜けて、まああと東南アジアですね、通ってですね、日本まで帰りたいですね。そういうのも面白いと思いますね、非常に。そうですね、お金がね、トータルでどれぐらいかな、300万ぐらいで、時間が1年あれば、世界一周できますね、多分ね。まあ世界こうくるくるっと見て回るんじゃないですかね。そういうのやりたいですね、一回ね。世界一周食べ歩きですか。 B 級グルメの旅行きたいですね。それね、戻りましょうかね、ぼちぼちと。本当に雲が多いですね。カラッとは晴れないですね。こんな天気が続くんですかね。まあ冬というかね、冬に向かって12月は雨が多いというのは聞いたんですけどね。もう雨季なんでしょうかね、ぼちぼちね。あんなにワンちゃんが多い理由が分かりましたね。さっき私がほら、ケバブ食べましたでしょ。そうするとやっぱりこうポロポロポロっとね、下に落ちるんですよね、どうしても。でそれを多分ね、食べてますね。でも冬はね、やっぱり観光客が減るからね、食料も減るんで、まあ、大変でしょうけどね、ワンちゃんもね。夏はね、結構ああいうレストランとかああいうところに行けばね、下にちょこちょこっと落ちてますね、パンとかね、肉とかちょこちょこっとね。それをつまみ食いしてるんでしょうね。つまみ食いっていうか、まあ拾い食いですか。そんな感じです。でちょっと防波堤登ってみましょうか。これね、こうやって登ればいけるかな。なんとか登りましたね。重い体にムチ打ってるんですか。ずっとね、これテトラですか。テトラ君が歩きましょう、ね、まっすぐね。さっきの地図見ますとですね、島の裏側にですね、スパリゾート、日本風に言うとなんかこう温泉ですかね、温泉の印があったんですけど、どうなんでしょうね。温泉入ってマッサージとかね、そういうの受けたいですけどね。私のイメージしてるのと違うかな。まあそんな値段高くてもしょうがないですからね。なんかでも温泉を入りたいような気がしますね。ね、こう温泉に入ってこう熱かんでね、キューってやって、寄せ鍋かなんか食べると最高ですね。あ、そんなもんあるわけないですね。降りましょうかね。よいしょ。あー、足に来るな。重たいからね、足に来る。ここは階段がある。
うわ、漁師さんがね、網を船から上げてるんですか、これ。3人でやってますね、うん、そうなんですね。行きましょう。パパ、パパですか。うん、アイス買いましたね、アイスね。アイス、250ドラクマ、125円、約ね。そうなので、ホテルのカウンターでですね、バーカウンターで、あのビールですね、アムステルビール、ラガーですね、ラガービールで、どうやらこれはね、ギリシャビールだと思いますね。お味はね、うん、苦味が強いんですけど、あっさり系、そんな感じかな。お値段は1本175円ですね。あのホテルで飲んでね。一旦お部屋に戻りまして休憩しましょう。ね。